ラフオンテースは、日本の競争馬。主な勝ち倉は、1979年の阪神3歳、ステークス、デイリーハイ3歳、ステークス、1981年の朝日チャレンジカップ、小倉記念、北九州記念。1979年度優秀賞最優秀3歳、頻馬。1981年度優秀賞最優秀5歳、以上ン馬。 小柄な体で走り続ける姿から、根性娘の異名を取った。主戦騎手は岩本一蔵。1977年、北海道浦河町の中脇牧場で生まれる。幼間時代から非常に小柄で見栄えがしなかったが、価値な性格で牧場では、リーダー格だった。2歳児に列島トレーニングセンターの伏せたのもとに入級。3歳になり競争名。 ラフオンテイスと名付けられた。この場名は本来、フランスの詩人に由来するラフ、ンテーヌという名前になるはずだった。しかし、場名審査登録の担当者が、申請書類に書かれていた、ラフオンテーヌをラフオンテイスと誤認し、そのまま登録された。場所からの場名変更申請は却下され、場名は意味のない文字列のままとなった。デビュー後しばらくは、 その馬体重は4 0 0ラムにも満たなかった。しかし10馬審査で圧勝した小倉競馬場開催の新馬戦からいずれも2着を離しての4連勝を遂げ、迎えた関西の3歳王者戦、阪神3歳ステークスではノースガスとオペックホースを寄せ付けず優勝した。この年、最優秀3歳牝馬に選出される。スランプよく4歳は木更木賞から指導。 ここも一番人気に支持されたが、最終コーナーで先頭に並びかけたとき、最内を逃げていたノトダイバーが外側に遮光し、ラフオンテースは大きく外に引かれた。さらに、外を走っていたシンボルシチートも接触し、体勢を崩して先頭からスーバシンの位置まで交代。直線で立て直して追い込んだが、前を行く2頭をわずかにかわしきれず、三着に敗れた。 大きな不利を受けながらの僅差3着に負けてなお強しとその評価は帰って高まったがしかしラフオンテース自身はこの競争を境に束を怖がるようになりここから長いスランプに陥った自走半身4歳品馬特別では最後方から最後の直線だけで追い込んだが2着8戦連続の一番人気に押された大賀賞でも萩のトップレディの4着に敗れた この頃より、脚部不安も生じ、4歳児は一勝も上げられず、翌年7月まで15連敗を喫した。復活と、その後勝利から遠ざかって1年半以上が経過した5歳、夏、小倉日経賞で、ラフオンテースは突如として、復活を遂げる。3歳児と同じように、最終コーナーから位置を上げていくと、そのままゴールまで押し切り、日着に7場審査をつけて、圧勝。 友情タイム1分40秒7は芝1700メートルの日本レコードタイムであった。続く北九州記念も七場審査で勝利し、自走の小倉記念では58.5キログラムの金量を背負って頭さ抜け出し3連勝。秋初戦の朝日チャレンジカップでも広報大外からオペックホースを一気に差し切り、重賞3勝を含む4連勝を果たした。しかし、 次創の天皇賞から、この年創設された第1回ジャパンカップと一戦級のボバ相手の勝負となり、天皇賞6着、ジャパンカップ12着と敗れ、年末の阪神大賞点も4着となった。しかし夏場の4連勝が評価され、この年の最優秀5歳以上牝馬に選ばれ、3歳以来2年ぶりの年度表彰を受賞した。翌年も現役を続行したが、 参戦消化して、すべて11着に終わり、宝塚記念を最後に引退した。引退したラフオンテイスは、故郷の中脇牧場に戻り、1983年より、繁殖生活を開始した。初年度には丈夫な産句が多いことで知られるニゾンが、種付けされ、無事受退する。ところが5月28日、放牧中に突然走り出して牧作に激突。 金具で補強された柵が破損するほどの衝突で腰骨に致命的な骨折を負い手当の術なく安楽死の措置が取られた遺体は牧場内に埋葬され墓碑が建てられているきっかけなく自ら牧柵に向かっていったと言われなぜそうした行動を取ったのかは明らかにならなかったいないこのため疑心的に自殺したのではないかと語る関係者もいたまた中秋も そう言われてもおかしくはない状況だったと述べている。ラフオンテースの時期子は残っていないが、姉妹の子からテイエムジャンボ、シンホリスキーなどの活躍場が出ている。ありがとうございます。